なに、ちょっと待って、なんだ、ああ、それか、違うってそれは、歌わない、キングヌーじゃないって。おはようございます、キングヌーです。ということで、今日はアイリーグ代表決定戦ということで、全国が決まる一戦になるので、まあ、本日はね、自分は、スタメンではなくてベンチスタートで、まあ、いつでも出れるようにいい準備をしてい、きたいと思います。ということで今日もやっていきましょう。はい、35億、あ、古いや、えぐいって。いろいろでき、試合前恒例の、散歩に、今日はちょっとね短めで行きたいと思います。散歩行ってきます。雨が降っているので中断したいと思います。ありがとうございました。では軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。円を描くように意識をして。一人暮らしにおいてこうやっぱり一番めんどくさいことランキングって言ったら、この洗い物と洗濯がね、もう二強ですからね。はい、では着替えたいと思います。はい、着替えました。反対だ。はい、では本日も高保湿成分ハトムグ化粧水スキンコンディショナーの方を使っていきたいと思います。あっ、チャラ完璧だ、完璧だよ。ということで今日も朝飯を作っていきたいと思います。え、俺映ってんじゃん。はい、ではささみをこのように茹でてもらって、あれ、はい、ということで完成しました。今回はね、ささみ定食っていう感じの名前でやらせていただきます。はい、ささみをふんだんに使った定食でございます。いただく。もうわかるでしょ、俺がどれだけこのささみに今ハマってるかっていうのがわかりますよね。すごい、これ味噌汁がいっちゃうまい。ベジファースト忘れない俺、翔さんに値する。この野菜のさっぱり感とささみのこのパンチのうま、この相まって愛なく神戸みたいな、そんな感じです。で、この以前紹介したこのささみのさっぱりしたやつ、安定にうまい。タクイルギすごいな、やっぱ判断力がいいよな、本当に。予測か、やっぱ予測がだすごいのかな。これ知ってますか、これ。これ小さい頃からよく食べてたんですけど、これうまいっすよ。サッカーノートの、目標の確認をしたいと思います。ということで一つ目、チームの雰囲気を作ること。まあこれはね、アップからね、試合に向けてのその雰囲気だったりっていうのは非常に大事になってくるので、まあ、アップからしっかりと雰囲気を作っていきたいと思います。で、二番目、いつでも出れる準備。まあね、いつね、自分が、ベンチから試合に出るのかわからないので、まあそこは、いつでも出れる準備を、していきたいと思います。で、3番目、最後ですね、今までやってきたことを、今年やってきたことを出し切ると。まあ、最悪今年この試合が最後になってしまうっていう可能性もあるので、やっぱりね、今年やってきたことっていうのをね、しっかりと出し切って、チームの勝利につなげれるように頑張っていきたいと思います。頑張ります。せーの、ゴー、チーズ、シュはい、それでは自主に行ってきます。
中です。遅めの夕飯いただきます。いただきます。ごちそうさまです。はい、今日一日が、終了いたしました。まあ今日の試合の結果は、先ほど載せたようにですね、0対1で敗戦してしまって、まあ、今シーズンの、公式戦は、これにて、終了いたしました。まあ、もちろん、まあ、今年天皇杯から入って、まあ、天皇杯の、まあ、県大会優勝して、まあ、全国大会に出て、まあ、負けて、まあ、そこからどんどんこうリーグ戦もねあまりうまくいく結果がついてこない中で、まあ、非常にチームとしても苦労してましたし、その中でこうアイリーグ最後アイリーグ、まあ、なんとか優勝して全国に、まあ、行こうっていう、まあ、中で最後こう、まあ、最後負けてしまったっていうのは、まあ、もちろんそこに対しての結果は、まあ、悔しくはあるんですけど、まあ、それ以上に、まあ、自分は最後そのピッチの上に立っていられなかったっていう悔しさが、まあ、一番あって、まあ、自分はそのピッチの上に立ってなんぼだと思ってるんで、まあ、正直、うん、負けた悔しさっていうよりはそこに立てなかった悔しさっていうのが自分の中で大きくて、まあ、またこれもねこう来年につなげれる、まあ、成長材料にはなると思うんですけど、まあ、自分もねまだまだ足りないことばっかりやと思ってるし、これからどんどんまた成長していくしかないと思ってるんで、また来年ね、まあ、ピッチの上に立てるように、まあ、コツコツとまた頑張っていこうかなっていうふうに思います。今シーズンはねもう特にあの試合はないので、まあ、オフシーズンということになるんですけど、まあ、このオフシーズンがね非常に大事な、ものになると思うので、また、頑張っていこうと思います。またねこう YouTube を通してまた、まあ、皆さんに楽しい動画を提供しつつ、まあ、サッカーをねの部分を成長させて いければなっていうふうに思いますので、今後もともあのこちらのチャンネルをよろしくお願いいたします。今日はもう寝たいと思います。今年1年間ね公式戦の応援してくださった視聴者の方々、応援ありがとうございました。また、来年頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。